で流行りつつあるゲームで遊ぼう。本日やっていくゲームはこちら、はぁっていうゲーム。はぁお題の一言を声と表情だけで表現する。頑張れ H H、辛いけど頑張れ。俺は A A 見下して頑張る。あ、D でございました。はぁ、明るく頑張れです。俺が今まで経験した頑張れと違う両脇の二人素直に応援されたことないですかひねくれてる可能性があるかじゃあ A の方が それで持ってきたんだから、そういうのもやりたくて。全部わからんけど。いやいや、できるよ、わかるよ。もう本当にシンプルにうんだから。はい、下田さんのうんですね。お願いします。うーん。おい、お、えぇ、はいはいはい。はい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 。はーい、はーい。いや、違う違う違う。その、タッションさんみたいに言ったわけじゃないよ。わかりました、うん、これはわかりました、うん、わかったわかった。せーのでいきます。多分合うと思うな、これに関しては、うん、いきます。せーの、 F。 ほら、二人 F です。 F は何ですか。 F はちょっと違うなーの、うん、正解は Z のパッションやろう。いやいや、 Z ないわけよ。 H までしかないしパッションやろうの運だったら違ったしあの人はうんだから違う違う違う、何だったのって。正解は、はい、S。 おーい、上手上手。うん、ただポイントはこっちがもらえますからね、俺はゼロです上手です、上手だから僕ら当てられたんです。ありがとうございます。ただポイントはないです。意味がわからんそしたら俺ポイント欲しかったら外した方がいいじゃん。 OK です、じゃあ僕いきますね。むず、私のテーマは、おー、歯が出ました。おー、あー、このゲームのねなってる歯が出ました。いろんな歯があるな。難しいね。いや、でも B 出たら簡単じゃないかな。力を貯める歯かーねー。歯、目の歯はそれはもう貯めてるんじゃなくて出してますからでは、私の歯いきたいと思います。はい、はこちらです。はあ、分かっただからいつもこれ見ないよね見ないで分かったって言ってるから。お父さん仕事辞めたってよ。はいはいはい。はあ一応多分合ってはいると思います。これ落としましたよ、永久歯。はあいや、違う違う違う、どういう状況。永久歯だから落ちることないですよ、まず。分かった、俺は入試とかだったら分かるけど落としましたよ。俺はこれも当てきれます。すいません、1ポイントありがとうございます。私も当てきれますね。せーの、 A。 あれ分かれてるな G でしょ。ゆうさんは A のなんでの歯。うん、しもさんは G の驚きの歯。ああ、お父さん仕事辞めたってよ。はいや、それ違う歯じゃないはい、正解は A でございます。おっしゃ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 、やった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 。ほっ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 。驚きの歯はそれか。は？ほら、驚きの歯で、なんでの歯は。は？なんでの歯は？ちょっと見てたんだなさあ、あー、鼻を使って感情のみ。鼻？なるほど、これは難しいよ。これはむずいぞ。ガスのやつだったらめっちゃ得意なんだけどな。なんでよガス漏れない。それはそれでいろいろ問題があるいや、全然見えん全然見えんくなる。ん、鼻だけでしょ。鼻だけ。いや、でもいいですよ。せーの、これ何ピクピクしてるな。ゆうさん、カメラに向かってもやったほうがいいですか。カメラに向かっていくよ。はい、俺の鼻は目よりも硬くって言われてる俺でももうこれかなってしかない。あの動き見てたらサービス問題。ああ、だったら俺も出てるじゃん。
じゃあトモキから。僕からいきますか。僕は H。 僕は B。 あ、割れるんだ。よしよしよし。 B はいい香りの花。いい香りの、完全に、あれ、この辺にパン屋があるぞいや、いい香りはパン屋なんだ僕は H はムズムズしている花です。じゃあいきます。はい、はい、正解は F の泣いている時の花でしたー。じゃあいいよ。こっちだけでやっちゃったから。はい。まあ、これ一回外したらどうなってるんですか。全然感情出さない泣き方の時。いや F 泣いている時の花なの。感情のみっていうから こっちも使っちゃダメでしょ、鼻だけっていうから。まあまあ鼻を使って感情を表してくださいだから、今でもこれ外したら感情見れるんかなと思ってすいません。鼻だけしか動いてんかった静かに泣くタイプの人だった。しくしく待って、俺の間違いかな。じゃあ100、じゃあ100でこの鼻を中心とした顔の表情の泣きの鼻のやつやっていい、はい、泣いている時の鼻。もう親が目の前で殺されたけど我慢してる。はい。いや多分鼻の動きがさっきと全然違う全然違った難しい。でも難しい。鼻よりこの眉と口元しか動いてなかったです今いやでもこれは難かったかもしれん。あ、でも俺2ポイントだよね今。2ポイント、ね、6点。さあ今ラストやりましたけど、ポイント6点、4点、1点。今回の優勝はゆうじさんでございます。おめでとうございます。ちょっと腑に落ちないないやだ、実際のルールはね、そういう投票タイムとかがあるから、今回は省いた別のルールにしましたけど。ああ、そういうことね。はい、ずっとやってます。ずっと花を吹きました。花だけでよっしゃ。優勝喜んでる花をやってました、今。はい、というわけで、バーで流行りつつあるゲームで遊ぼうでございました。ハーっていうゲーム、ぜひ、皆さんもやってみてください。こんなボードゲームもあるよっていうのあれば、ぜひコメントとかでも教えてください。チャンネルと登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。というわけで本日以上でございます。また次回対話で、さよなら。花やってる。さよならは花やってる。 OK です。ありがとうございます。はぁ、あ、いや、デイジ不満持ってるじゃないですか。花のなんかやってみて。花のやつ。はい、いや今のはこの音も出していいの。いいんじゃないですか。これはでも表情のみなんで、音出しちゃダメです。音出したらダメです。いや、出てるのよ。しかも鼻からじゃなくて口から今出てましたよ。ふがふがは。僕じゃあ鼻使ってやっていいですか。うん、いきますね。あ、俺鼻毛出てるの。いや、ないわけ。ふんがーの鼻。お、正解。お、わかりやすい。演じる側に問題があるないや、演じる側がいいから当てきれたんですよいや、だからさっきは演じる側が良かったから僕が二人当てれたんですよ。あ、俺もできる。はい、いくよ。なにこれ、なにこれ、どれやったんだろう全然わからん。どれだろう。全然わかりません。全然わからん。全然わからん。臭いぞの花さん。全然わかりません。申し訳ございません。全然わかりません。ゆうさん多分花使ってないですよ。使ってよ。使ってない。いや、僕はさっき花をすごいグーって上げて。それは表情じゃん。いや、表情伸びだから。ええ、喧嘩すな。花は難しかったよ。いろんなのがあるから楽しいのにな。ハンナビーラー、あの振り返ってとかあるんですよ。振り返って、うん、あ、じゃああれだろ、今日ケンタッキーにしない選手権やろ。何それ。誰の今日ケンタッキーにしないが一番食べたくなるか。ケンタッキー、それはもう別企画でやりましょう。別企画で